Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。政府の電気料金引き下げと軽油価格の上限設定に企業は歓迎の意向を示しています。専門家と政府関係者はスマートプロムMと ESS システムについて検討しました。世界ベストな国でタイが29位にランクインしました。タイ空港社がスワナプーム国際空港の新ターミナルをソフトオープンする準備を進めています。それではまず、はじめのニュースです。政府の電気料金引き下げと軽油価格の上限設定に企業は歓迎の意向を示しています。新政府は9月13日に開いた初閣議で、選挙公約の実現などを目的とした複数の措置、方針を決めました。来年の国王陛下の72歳の誕生日を盛大に祝うための準備・小委員会の設置、憲法に関する国民投票を検討する委員会の設置、中国人とカザフスタン人を対象とした今年9月25日から来年2月29日までのビザ免除措置、タイのソフトパワー増強に向けた戦略委員会の設置、農家と小規模企業を対象とした返済期限3年間延長、来年1月から公務員への給料支給回数を現在の月1回から月2回に増やす措置、電気料金を9月からユニット当たり 4.45 バーツから 4.1 バーツに引き下げる措置、9月20日から軽油価格をリットル30バーツ以下に引き下げる措置などとなっています。これに対しタイ商工会議所は、燃料価格の上限設定は企業が輸送費を節約するのに役立ち、ひいては消費者に安定した製品価格を維持することになると評価しました。また将来的に国民に影響を与える新たな財政問題につながらないよう、国家予算の影響を評価するよう政府に提言しています。バンコク銀行のチャートシリ頭取は、新政権の経済政策は経済の活性化に役立ち、経済成長に貢献し、国の競争力を持続的に強化すると、こちらも歓迎の意向を示しています。次のニュースです。専門家と政府関係者がスマートプロムMと ESS システムについて検討しました。社会的不平等を緩和し、限られた機会に直面している個人を支援し、公平なアクセスを確保するための革新的な解決策とすることを目的として、専門家と政府関係者との間で話し合いの場が持たれました。南部国境行政センターのチャナさん副事務局長が会議を招集し、スマートプロムMと ESS システム開発に関する経過について話し合いました。社会開発人的安全保障省のタナストーン副事務次官、カンタポン氏、教育平等推進基金の研究員アキパン氏といった専門家もこの会議に出席しました。今回の会議の主な目的は、スマートプロムMと ESS システムを強化するためで、特に政府機関間のデータ統合と使い勝手の向上に重点が置かれ検討されました。
また社会的格差という差し迫った問題にも取り組み、限られたチャンスしか与えられていない恵まれない個人が支援や恩恵に障害なくアクセスできるようにするよう各機関が努力することが約束されました。当局によりますと、スマートプロム M システムは書類提出のプロセスを合理化するもので、これまで問題となっていた提出の遅延や官僚主義的な複雑さを解決するものです。特に恵まれない子どもや青少年が関わるケースでは、スマートプロ M システムによって革新的に改善されました。このシステムは手続きを簡素化し、複雑な手順を省き、効率的な管理を促進しています。一方、 ESS システムは緊急で重大な事態を管理するための管理システムで、身体的危害、誘拐、性的搾取、騒動の扇動、暴力行為など具体的な脅威に直面している個人に迅速な援助を提供するものです。 LINE の公式アカウント ESS Help Me を通じて重要な情報を関係当局に配信することができます。会議では南部国境地域に深く根ざした長年にわたる社会的格差の問題についても取り上げられました。社会開発人的安全保障省は現在、この地域に根強く残る継続的な問題に効果的に対処し、それを緩和するために南部国境行政センターとのさらなる協力を戦略的に進めています。南部国境地域は仏教国のタイにありながら、住民の多くがイスラム教徒で、タイから独立を求める過激派により治安が極度に悪化した状態が続き、タイ国内でも最も貧しい地域とされています。次のニュースです。世界ベストな国でタイが29位にランクインしました。アメリカのタイ大使館は、アメリカの雑誌 US ニューズ&ワールドレポートが今年発表した世界のベストな国ランキングで、タイが29位にランクインしたことを明らかにしました。このランキングは、日常生活における冒険性、機敏性、文化的影響力、起業家精神、文化遺産、生活の質など73の項目で各国の世界的なパフォーマンスを比較したものです。US ニューズ&ワールドレポートは次のように評価しています。タイは充実した農業部門と競争力のある製造業により、貧困率と失業率が低く、力強く成長している。世界最大の米輸出国であり、繊維、錫、電子機器のリーダーでもある。敬虔な仏教徒の社会に西洋の教育と技術が融合されていると評価しています。またタイは世界で最も旅行者の多い国の一つですが、観光業が国内総生産に占める割合はわずか 7% であることも報告されています。アシアン諸国の中でタイより上位にランクインされたのはシンガポールの16位のみでした。他のアシアンはマレーシア38位、インドネシア41位、フィリピン43位、ベトナム44位、カンボジア64位、ミャンマー80位にランクインしています。次のニュースです。タイ空港社がスワナプーム国際空港の新ターミナルをソフトオープンする準備を進めています。タイ空港社は9月28日から10月28日までの1ヶ月間、スワナプーム国際空港の SAT1 ターミナルの試験運用を計画しています。試験運用では180人の乗客と荷物の運搬をシミュレートし、航空機のハンドリング、乗客の移動、手荷物のハンドリング、貨物サービスなど様々なシステムの運用をテストする予定です。この試運転にはタイ国際航空が協力し、客室乗務員と航空機を提供するとしています。新ターミナルはタイエアアジア X、ベトジェット、エミレーツ航空が利用する予定で、12月のフル稼働を目指しています。新ターミナルは年間1500万人の乗客に対応できるよう設計されており、これによりスワナプーム国際空港の処理能力を 33% 向上させ、
空港全体で年間6000万人まで乗客に対応できるようになります。新ターミナルは2階建て超大型ジェット機などのコード F 航空機用に設計された8つのゲートとボーイング B747 のようなコード E の航空機用に設計された20箇所のゲート、合わせて28箇所のゲートを備えています。4階建ての建物の床総面積は21万6千平方メートルで、地下2階にはシャトル電車システムを設置されています。シャトル電車は新しいターミナルとこれまでのターミナルとを結び、乗客に効率的な交通手段を提供します。最高時速80キロで1回で210人の乗客を収容でき、1時間に約6000人の乗客が移動することができます。シャトル電車の導入で国際線の乗客はゲートまでシャトルバスを利用する必要がなくなります。ここでラジオタイランドからのお知らせです。ラジオタイランド日本語放送は今年10月1日から12月31日まで放送を一時お休みさせていただきます。日本語放送の再開は2024年1月1日からを予定しています。新たな放送のスケジュールはラジオタイランドの Facebook でお知らせいたします。またこれまでの放送のアーカイブの一部がラジオタイランドの YouTube チャンネルで再放送されていますので、こちらもご利用ください。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。ฉันเมื่อละตาก่อนนอนทุกคราวโอบใจยังคอยคิดถึงเธอทั้งที่ก็รู้ว่าเธอมีใครอยู่รู้จนรู้ไม่ควรรักเธอจะบอกกับตัวเองห้ามใจอยู่เสมอラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。それで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.